本日のゲームが行われるこのスタジアム、サポーターの声援がスタンドにこだましています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お互い主導権を握っていきたいですからね、はい、ボールを保持していくのか、プレスをかけて速い攻撃をしていくのか、そのあたりのプランもこの序盤で見えてくるでしょうね。ゲームの序盤見ていきましょう。シュート、決まった。先制、自らの力を見せつけるこのゴール、気迫のこもった一点です。ここは守備の対応、ここは守備の対応、どうこの距離から狙う、パワフルなシュートで狙ってきました。いや、枠には入らなかったんですけど、強烈でしたね。シュート、さあこぼれた。いや、これはナイスセーブ。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。審判流しました。抜けてくる。いや、今のファウルは注意だけのようでしたね。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね。まあまだ時間がありますからね、慎重にならないとですよね。どう、ここで笛。相手に得点を与えなかったというところも評価できますよね。内容も悪くないですし、本当に素晴らしいですよね。